階段昇降練習で意識してほしいポイント3つ。足を一歩前に出し、段差に乗せて踏み込む体操。ポイント1つ目。この時、前の足と体は平行になるように意識しよう。ポイント2つ目。前に踏み込む足は膝が内側に入ったり、外側に倒れないように意識しよう。次は後ろ足のかかとを上げる体操。体の平行線上をそのまままっすぐ斜め上に上がります。ポイント3つ目。体を真上に持ち上げようとすると体が反ってしまうし、かかとを戻すときにお尻から引いてもダメ。平行線上をそのまま動くように意識しよう。